七人姉妹、または、セブンシスターズは、ノルウェーにある七つの滝の総称である。七姉妹、七人姉妹の滝、七人の姉妹などとも、表記される。ムーレオロムスダール県のストランダ市にある、ガイランゲルフィヨルドの中に位置し、このフィヨルドの観光スポットの一つとなっている。滝は、世界遺産、西ノルウェーフィヨルド群ガイランゲルフィヨルドと、ネイロイフィヨルドに含まれている。 七人姉妹という名称は少し離れたところから見ると七人の女性の髪のような形をしていることに由来する。滝はおよそ250メートルの高さを持つ。滝は雪解けの時期である5月から6月にかけて姿を表すことが多い。七人姉妹と旧婚者フィオルドを挟んで七人姉妹と対面する位置に旧婚者と呼ばれる滝が流れている。伝説によると 七人の姉妹はいずれも結婚しておらず、旧婚者の男性は何度か姉妹にプロポーズを試みたが、失敗に終わり、アルコールに溺れてしまい、最後には旧婚者はボトルになったとされる。付近には陽光が当たった時に岩の表面にベールがかかったように見えることから、花嫁のベールと呼ばれる滝の他に、1898年に住民が退去して以降、 打ち捨てられたままになっている内部図ラと呼ばれる農場がある。ありがとうございます。